I swear I like your style. Put you in Chanel cause it's just perfect for your smile. Girl, I swear for you I run the world, I'd run the... Hey, what's up, YouTube? どうも、ソースミュージックのリリーです。あ、めっちゃ怒られる。こうなったな、リリー。怒られました、ごめんなさい。あの、ビビさん、ビビ君ファンに。ちょっと調子乗りすぎました。大丈夫ですよ。事件です。お願いします。はい、お願いします。はい、ということでですね、まあ、以前にも、ここで撮影させていただいたんですけども、まあ、大宮スタンドに、あるですね、まあ、アドモスで、現在撮影させていただいているんですけども、はい、好評、だった企画、はい、まあ、インラインモデルの紹介ということで、はい、今回第2弾でございます。はい、ありがとうございます。いや、とんでもない。あの、2回目もお呼びいただきというか、いやいやいや、もう嬉しい。もう継続してやっていきましょう。行きましょう、行きましょう。いろんなモデルがね、まあ、あるんで。前回はですね、まあ、あの、1回目、ということで、まあ、GKさんの得意な、まあ、山です。今、縛って、はい、ということだったんですけども、まあ、今回からですね、まあ、2回目ということなので、まあ、いろんなモデルっていうところをですね、触れていきたいなと。はい、いろんなメーカーもありますしね。そうですね。うちはまあナイキだけじゃないから、うん、まあ、他にもアディダスだ、アシックス、いろんなブランドというかメーカーがあるので、まあ、そういったのをもうここの動画で紹介して、あの、触れてなかった方もね、こういったこの動画をきっかけに触れていただければ、目をつけてくれたら、まあ、嬉しいかなと思うんで、ね、本当にもう毎週のようにいろんなモデルが、いや本当に、いや毎週じゃない、毎日もう俺らも追いつかないぐらい、うんうん、まあ、もちろんちゃんと、ね、接客させてもらって、まあ、そういう情報だったりとかそういうのをやってるんですけど、本当に目まぐるしいね。僕も半年ぐらいですけど、ここに、うんうん、もう毎日がもうすごいよ、本当に入れ替わりが、うん、本当にいいモデルも知られないまま、そう、消えていくっていうのもあったりもするので、ね、そうですね、まあ、そういったところも触れていければなと。確かに。で、まあ、前回のコメントでもあの、はい、ちょっとあったんですけども、はい、そもそもインラインって何やねんっていうコメントがね、まあ、ちらほら、ね、ありましたね。ね、はい、僕もあれコメント見ましたよ。あ、わか、うん、すっごいもう、あの、怖いもん、あれも、なんか怒られてないかなみたいな僕もそれ引っかかったんですよ、はいはいはい、確かにインラインって言ってるけど、じゃあそもそもインラインなんだよって言われたら、確かになと思って、うん、ちょっとまあここで説明しようかなって、はい、本当の意味としてはインラインっていうのは、国内正規品っていう意味合いを持つんです。インラインっていうもの自体は今ここに並んでるものが、まあ、言ったら国内正規品っていうことでインラインっていうふうに言われてるんですけど、まあ、言ったらアトモスは別にどっかのルートでとかないから、うん、全部が正規品ではあるんですけれども、うん、まあ、言ったら今ある並びとかもそうですね、じゃなくて今買えるよっていう、いつでもいろんな店舗にあるよっていう、ものをインラインとしてご紹介してるということだけ、あの、ご理解いただけると、まあ、簡単に言ったら抽選じゃない、うん、まあ、しれっと発売されてる普通に売ってるモデル、普通に売ってるモデルっていうふうに捉えていただけると分かりやすいかなって思います。ちょっと疑問にもたれてたか俺でも分かったかな、うん、確かに最初に説明しておけばよかったですね。そうですね、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、申し訳ないです。今回もですね、サンスプルの紹介していこうかなと、していきたいですね。で、僕またちょっと提案になっちゃうんですけども、はいはい、何でしょう。あの、まあ、うちアトモスでやってるのが、はい、あの、数ヶ月前、2ヶ月前ぐらいかなから、あの、フォースフライデーっていうことで、はいはいはい、毎週金曜日に、はい、みんなでフォース履こうよっていう、みんなで盛り上げていきましょうみたいな、はいはい、エアフォースを、ね、っていうのをやってて、僕もね、まあ、さっきソシ君言ってくれてましたけど、エアマックスが得意なんですよ、はいはい、なんですけどなんですけど、エアフォースを、まあ、ちょっと履くようになったんですね、うんうん、最初はまあなんか履いてくださいみたいな感じだったんだけど、はいはい、毎週履いていくうちに、あ、やっぱこれ、やっぱフォースってすごいなと、うん、まあ、長い歴史があって今もまだあるっていうことは、うん、足入れてみて、もう本当に数年ぶりよ、はいはい、大げさじゃなく、今日いいのと思って、で、まあ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 、そう、もうね、今日フォース履いてますからね、真っ白の、真っ白のフォースというか、あの、宗主君みたいなそんなイメージあります、うん、あるね、もう僕とね、まあ、ビビはよく入るんですよね。そう、僕も結構見ますけど、じゃあそういうのもあって、多分視聴者というかご覧になってる方とかはフォースの真っ白、うんうん、うちでも結構多いですよ、フォースの真っ白欲しいですっていう、あの、若い方といったら、うん、ちょっと語弊が生まれるかもしれないですけど、いらっしゃって、まあ、ほぼほぼ、まあ、通年ね、あるモデルだからかけることはあんまないんですけど、たまにかけたりしますからね。へ、え
でもその真っ白っていうことではなくて、まあ、今出てそれこそインラインのモデルで、はいはい、僕本当に数年ぶりにゲットしたホースがあるんですよ。おじゃあそれもちょっとそれをねちょっと紹介したいのと、もう2足は今多分ソシ君が多分足入れたことないやつなんじゃないかなと思うやつで、かつ僕がおすすめする、はいはい、まあ、2足を紹介したいなと思ってます、はいはい、っていうのでじゃあ早速見ていきましょう。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、ということでちょっと場所を移動いたしまして、はい、じゃあまずは先ほどおっしゃっていたホースの方からいきますかね、うん、そうですね。ここは一応ホースとか、まあ、ジョーダンとかもあって、はい、ナイキに関してはまあバッシュみたいなところを固めてるのと、うんうん、アザーブランドの、まあ、ここにホースがあると思うんですが、はい、僕ねこれをゲットしたんですよ。はいはいはい、はい、ホースワン、スタイルっていう風な名前としてこれは打ち出されてます。今が12月中旬なんですけど、12月中旬現在ですよ、はい、現在なんですけど、たまたまカーハート、はい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 、これうちちょっとリストックしたんですよ、はいはいはい、動画が公開される時にはもしかしたらもうなくなってるかもしれないので、うんうん、そこはご了承いただきたいんですけど、このホースワン、まあ、手に取られた方ゲットした方は多いと思うんですけど、キャンバス地がやっぱそうです ねメインですか。並びに行った見た見た、ありがとうございます。でまあ、その、ね、キャンバス地で、まあ、中とかコーデュロイだったりラインとかはウールとかでやってますけど、これもこれで、キャンバス地を使ってる。全編キャンバス地、全編のキャンバス地、これがねすごいいい色なんですよね。そうですね、うん、これもそれこそアトモス TV とかっても一緒にやってるんですけど、はい、まあやってるんですけど、はい、これで紹介させてもらったんですよ。ああ、なるほど。そうキャンバス地、これちょっとオレンジに近いブラウン。そうですね、そうこれがまあ言ったらね、秋冬とか のスタイリング、まあ、ちょっとゴワッとしちゃうじゃないですか、はい、で、それのボリュームに合うのはやっぱフォースワンなんだなっていう、うんうんうん、まあ、フォースワンなんだなっていうか、フォースワンが適してるなと思って、はいはい、で、まあ、前回も言いましたけど、僕ガムソール好きなんですよ、ね、ガムソール好きなんですよだから、まあ、それプラスアルファガムソールで、キャンバス地っていう生地自体もね、すごい上質で履き心地ももちろんフォースワンなんでいいのと、まあ数種もねちょっとまあレザーをやってるってこともあって、まあ後ろもレザーで刺繍で、すごいこれ僕履いてます。うん、それこそ金曜日はって言ってますけど、休みの日とかもたまに履いたりします。ああ、そう、全面キャンバスっていうのが何て言うんですか、履けば履くほど味が出る。いやー、もうね今回もいいこと言うね、本当にそういいこと、ね、いいこと、いいこと言う、本当に本当にキャンバス地ってもちろんね、いろんな靴をお持ちの方もいらっしゃいますけど、うん、やっぱ新品、ピッカピカで履きたいとか、はいはい、本当に新品同様で街を歩きたいっていう方ももちろん多くいらっしゃると思うんですけど、これは、なんならちょっと汚していく靴かなっていうふうに思ってて、で、どうしてもキャンバス地が全部だから持ってる靴もそうなんですけど、履き地がもうすでにできてるんですよ、はいはい、で、色もちょっとこう、そこの履き地の部分だけちょっと色が変わったりだとか、それはもう履き地はついちゃったよっていう人がいるかもしれないけど、そこはね、逆なんだよねっていう、僕から言わせたらね、僕から言わせたら、いやいやいや、こっからちょっと自分のボロボロになるまでとは言わないけど、少しの汚れ、少しの当たり、少しのシワ、それで自分のフォースワンっていうことを位置付けてほしいというか、その一足でもあるかなっていうふうに思うんですね。デニムと一緒っすよ。うん、あ、本当にそう、本当にそう。まあこれともう一色これ出たんですよ。ちょっと発売時期がちょっと遅れちゃったのかな、ちょっと定かじゃないんですけど、まあこれが先に発売されて、こっちがちょっと後に出たモデルになってて、これもね結構シックじゃない。そうですね、うん、黒っていうカラーリングではあるんですけど、まあ見た目深緑みたいな、まあチャコールグレー、はいはいはい、でも深緑にも見えなくなってない。そうですね、光の当たり具合によっては、うん、ね、だからこういうのもすごいおすすめですし、まあ、ガムソールも映えますしねいやなまあ個人的なあれな話ですけど、まあこの2色はかなり僕はフォースワンでこれはいいなって思った、うん、そうですね。ちなみにですよ、はい、組織にちょっと問題出していいですか、はい、この、まあ、しっかりした上質なキャンバス地、ちなみにこのフォースワンは1万3000円プラス消費税でした。コーディロイとかカーハートね、いくらだったんですか。いや、これもカーハートもカーハートで安いなと思った、うんうんうん、普通の
白のコースマン、うん、これがまあ1万、うん、まあ同等だね、同等、まあ1、2か1、3ぐらいですかね。1万ですよ1万円なんですよ。一緒一緒、そうなんか通販マルみたいな地図一緒なんですって安いやつで、でもこれ1万円なんですよ。なるほど。で1万円でこの上質なキャンバス地、はい、でしっかりした、まあ、作りというか、うんうんうん、ソールもカジュアルさを貫らされる、ガムソール、これを履くに従ってちょっとずつ汚していって成長させていくというか、それを一足言ったらそういう風な捉え方をすれば1万円で5、6年は全然履けるじゃん。全然履けますね。その考え方だったらですよ、うんうん、でもこれは1万円で5、6年履けるんだったら一足持ってて損はないでしょ。確かに確かに、ね、まあ、いろんなあのおすすめのねフォースワンはあるんですけど、これは僕の中で目止まったりするですね。毎年この時期になったらビートシリーズって出るじゃないですか。出るですね。で毎年やっぱ出てるんで、やっぱビートで数くたりとかっていうのも多いじゃないですか、うん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 、ありますあります。まあ、そこでこれを履くっていうのもいいかもしれない、ね、いいかもしれないですね。でちょっと落ち着きがちなカラーリングのスタイリングには、まあ、それこそオレンジっぽいって言いましたけどちょっと映えますよ、うん、でもがっつり色がついてるわけじゃないから、はい、いい具合に秋冬のスタイリングにはまるはずです。なるほど。はい、お互いのスタイリングの話になっちゃうんですけど、ゆったりしたあのパンツとかでも良ければ、ちょっと細身だったりとか、そういうあまり太いパンツ履かないよっていう方でもおすすめできる。キャンバス地なんてね、もう本当にオールマイティで合わせられるから、これはぜひね、ゲットしていただきたい一足ですね。なまあ、1万はちょっとびっくりしたんですね。でしょ、フォースって安いんだなみたいな。安くてこんないいものをゲットできるって、さすがナイキだなみたいな思いましたね。嬉しい。そう、あるし、だからフォースワンもし買えなかったっていうちょっと涙を飲んだ方、はいはいはい、まあもちろんね、こういう風なリストックとかっていう話もありますけど、ちょっとこっちに目を向けて見てもいかがかなって全然ありですね。うん、本当に数年ぶりにフォースを買った、フォースをゲットした一足になるんで、ある意味思い入れあるんですね。じゃあもうそうですよね、うん、そうそうそう、もうしばらくはもう一つのシリーズ、うん、モデルにそうそうそうやってたけど、こだわってましたからね、うん、ちょっとこう道外れたらその道もいいなーなんつって、そうそうそう、キャンバスのねフォースワン、ぜひ皆さんチェックしてみてください。1足目はフォースワンでした。はい、はい、じゃあ続きまして、はい、2足目ということなんですけども、はい、ちょっとしゃべり慣れました。ちょっとね慣れたのかな。やっぱこんだけ毎週のように撮ってるんだよね、はいはいはい、アトモス TV って、うん、慣れないことないよね。そりゃ慣れるわ、うん、最初ガッチガチだったけどもう大丈夫だ、もうこんななんて。それはそれはさすがに続いて2足目ということなんですけども、まあ、冒頭でそのおすすめしたい、はい、とお話をお伺いいたしましたが、はい、他おねおね、他オネオネの存在は知ってたってことですよね。じゃあそうですそうです、うん、動画であったりとか、まあ、コメントとかでも、まあ、他ってどうなんですか、うんうんうん、履いたことがないからわからん、うん、で僕のイメージ、はいはいはい、ボード系の方が結構、うんね、履いてるっていうイメージが、うんうんうん、他オネオネって、フランスのシューズメーカーなのかな、はいはい、うん、で他オネオネっていう意味、飛び立とうみたいな意味らしい。なんとかどっかの種族の言葉、そうで、だから、まあ、飛び立とうっていう、まあ、ある意味ランニングとしての、まあまあ、走り出そうというかそういう意味合いを持ってのさあ飛び立とうみたいな感じの意味合いで他をねおねってあるらしいんですけど、僕最初に出会ったのが父親からだったんですよ。そこそこ本当に何年前だ、3、4年前ぐらいに僕青森県出身なんですよ、はいはいはい、で、まあ、訛りが津軽弁であるんですけど、父親もがっつりなあの津軽弁で話して電話来て、ポカ、おねおね知ってる？どうしたどうしたと思って癖強っ。ポカ、どこで開けてんのみたいな。まあまあまあ、いや、わかんないと、うん、でそれ、ランニングのシューズメーカーなんだと、はい、で、これ東京にしか多分、青森にはまだ売ってないから、うん、ちょっとあったら買ってきてほしいって言われて、めんどくせえなんて一瞬思ったけど調べたら、神保町だったかなの、うん、アウトドアショップみたいなところに1個だけあったんですよ。で、何を買ったかって言ったら、リカバリースライドっていうサンダルなんですけど、それを買ってきてほしい。で、同じサイズだったんですよ、父親。あ、はいはい、で、入れるじゃないですか、僕も試しに、うん、こんなん初めて他おねおねっていうものを見たから、うん、衝撃…衝…うん、
衝撃を受けまして、こんなサンダル履いたことないまあいろんなサンダル、他のいろんなメーカーさんも出るじゃないですか、夏場になってくると。あの、本当に申し訳ないですけど、日じゃないです。値段をちょっとするんですよ。そう、8000円くらいするんですよ。ああ、結構する。そう、だけど、まあそれ以上の履き心地で、僕も買いました父親とも買って一緒に。そう、それでもこんなのがあるんだと思って、ちょっとしたらこういうあの靴屋さんに取り扱い開始しますなんですよ。だから、俺の父親先駆けじゃん。だいぶ最先端そうそこでちょっとびっくりしたっていう、ちょっとまあ他のね、思い出話じゃないけどあって。そうで、今宗志くんがさ、あのモード系の方が履かれてる、まあこれもある多分諸説があるんですけど、僕が知ってる限りでは、キココスタディノフっていう、そのまあ言ったらランウェイとかするそういうちょっとブランド、ファッションブランドがあって、もうキココスタディノフさんがいるんですよ。その方がホカをめちゃくちゃ愛用してるらしくて、で17年の2017の SS のコレクションで、それこそランウェイだなんだする時のモデルさんに全員にホカ履かせたんですよ。ほう。それをすることによって一気にファッション界にも目を向けられ、今こういう風に取り扱ってて人気なんじゃないかなって思ってて、そう、今ねすごい人気なのがこのボンダイっていう、まあ多分ね感度が高い方に関してはもう知ってる人はもちろん知ってるし、ゲットしてる人はすごい多いと思うんですけど、これもねちょっと一回履いてみてください。これ一回ちょっと履いてみてください。まあ確かに足を通したことは実際ないんですよ、ね、この動画をきっかけにね、初のホカオネをね、創始ミーツホカオネをねちょっとやってみ、履いてみましょうかね。足入れてみてください、本当に。これに関しては、僕の知り合いであったりとかっていうのもちょこちょこ履いてる人がいるんですよ、うん、ああ、ほんと。ただ、もうシルエットがなんせ癖あるじゃないですかね。ボリュームが、うん、見慣れないよね、うん、っていうのでずっと敬遠してました、僕は。てかね、持って一つ思ったのが軽っでしょ。見た目以上に軽いんだよね。そうなの、ボリュームが結構あるので、まあ、言うてもまあランニングシューズやしっていうのはあったんですけど、すごくない？わかる？あすごくない？なるほどね。味わったことないでしょ、このあのソールの感触、足と、まあ、靴下は挟んでるかもしれないけど、まあ、インソールと足のこの接地具合っていうか、グニッていう感じ、その心地よさ。前に行かない？行きますでしょ。スッと行くでしょ。楽、すごいんですよこれ。まあもちろんおしゃれとかどうこうっていうのもあるっていうのもあるんですけど、あの楽、まず第一自分がもうすごいでしょ。まあもちろんランニングシューズなんでね、そういえばあれでしょうけども、履き心地だ、歩きやすさっていうのはもちろん重視されてると思うけど、もちろんボンダイっていうもの自体はすごい今人気でもあるんですよ、ボンダイ6。本当に購入をお求めになられる方が結構いらっしゃって、はい、ああいいでしょ。ああなるほどね。そう今のスタイリングとかでもそんな全然全然合いますよ。履けるっすね。履けるっす。だからモード系っていえばやっぱちょっとスリムというか、ちょっとシュッとした感じで足元にボリュームをっていう感じだけど、もともとパンツにボリューム持ってる人とかでも全然バッチリ履けるし、合わせられるし、まあ最初の見た目こそね、男の靴で厚底っていうのもなかなか、抵抗ある方もいるかもしれないけど、まあ、そんなの見慣れるんで、まあ、そうこれすごい、ちょっとびっくりしましたいきなり言葉数少なくなったもんねちょっと感じたことのない。そう、多分今まで履いてきてる靴、まあ、たくさんあるじゃないですか、そんな数多く履いてるけど味わったことないというか、新感覚って言った方が早いかな。うん、確かに。このこうかかとからこういくじゃないですか。そう、このかかとの包まれてる感じね、すごくない？すごい。でこう前に行っての、その繰り返しじゃない？ここもちょっとグニッといい感じに柔らかさがあるんですよ。その繰り返しなんですよ、やっぱ。おおみたいなこれ楽やわ。そう、もう疲れないですね。うん、1スニーカー好きの方が
ファーストインプレッションどういう印象を持つかなっていうちょっとした楽しみもあって、はいはいはい、案の定驚いてくれて嬉しいです欲しいリアクションそのままでした。そう、そのままだったいや、これは本当に、まあ、いろんなメーカー履きますけど、うんうん、今まで感じたことないっすでしょ、うん、そこがね、魅力でもあり、うん、今回のタイミングで女性のサイズも出たんですよ。出たっていうか、まあ出てたんでしょうけど、はいはいはい、入荷があって、うん、で、まだちょっと欠けてるサイズもあったりするんですけど、なんで男性だけじゃなくて女性の方も履ける一足になってるんで、ちょっとまだ知らなかったっていう方もいらっしゃるとは思うんで、うん、ぜひね、こういう風に足を入れてみて、この驚き、ね、宗志くんのような味を味わってほしいかなって思うんですね。もしかしたらなくなってる可能性もありますけど、動画が出る頃には、うん、まあ、ボンダイを今ご紹介しましたけど、紹介させてもらいましたけど、クリフトンとかっていうモデル自体もすごい、まあソール自体は若干違うんですが、バッチリ、もうやっぱ他は全部歩きやすさ、履き心地は抜群にいいんで、これはちょっと他オネオネ自体、ボンダイを紹介しましたけど、他オネオネっていうブランドを一度目を向けてほしい、メーカーかなと思いますね、僕は。まあ2足目は他オネオネ、ボンダイ6、はい、ちょっと衝撃でしたはい、じゃあ続きましてラスト、はい、3足目で、そもそも僕ちっちゃい頃からずっと大学ぐらいまで陸上やってたんですよ、はい、だからまあそのやっぱエアフォースワンとか、まあ、ジョーダンとかそういう、まあ、バスケットボールシューズっていうのは正直あんま縁がなくて、だからっていうのもあってあんまり履かないっていうのも正直あるんですけど、もう他に関してもそうなんですが、ランニングシューズはやっぱ好きで、で、まあ、スニーカーしかり、まあ、山口もそうですけど、ランニングシューズっていうもの自体 のフォルムとかがすごい好きで、まあ、ファッションとかに、自分のファッションとかに取り入れたりするんですけど、先日ね、うちのお店でもちょっとポップアップを開催した、はいはい、ランニングメーカーがありまして、オンってご存知ですか？オン、ON って書いてある、オン。名前を聞いたぐらいでしょ。なんかポップアップをやったっていうのはちらっと見に行きました。ああ、なるほどなるほど。これね、僕も正直ポップアップをします。それに当たって、まあ、僕らも知識を蓄えなきゃいけないってこともあって、うん、まあ、メーカーさんがわざわざ来ていただいて、まあ、勉強会っていうか、まあ、そういうのもやらせてもらって、インプットからのアウトプットなんですけど、はいはいはい、なんですけど、僕も正直あんま知らなくて、海外の方はね、すれ違う時に、なんかこの ON って書いてるのみんな見るなみたいなぐらいだったんですよ、うん。でもまあこういう風になっておすすめできる一足ができたので、この機会ちょっと紹介させていただきたいと思います。っていうのがここにあるオンクラウドフライヤーウォータープルーフ、これですね。ベーシックなモデルっていうと、このクラウドっていうのがクラウドシリーズ、クラウドシリーズ、こちらが一番ベーシックと言われてます。でもまあちょっとこうウォータープルーフ、まあ言ったら発泡水、発水兼ね備えた一足ってこともあって、これよりも少しだけちょっと厚めじゃないですか。そうですね。で、僕今これ履いてるんですよ。宗志くんのエアフォースワンかもしれないですけど、僕これ今ちょうど履いてて、お店でもがっつり履いてます。これはちょっとその勉強会を聞いた時にこれはすごいと思って買った、ゲットした一足なんですけど、そもそもオンっていうもの自体はスイスのブランドなんです。まあ、ここにもタグがついてるんですけど、スイスがのランニングメーカーで、見た感じこのソールが面白いじゃないですか。そうですね、空洞に空洞になってる、まあ、これが特徴的な、ソール、そのオンの特徴的な、はいはいはい、フォルムなんですけど、まあ、当たり前かもしれないですけど、踏むと圧で縮むんですよ。はいはいはい。でもこれだけだとグニグニグニって、それこそ安定しないじゃないですか。ああ、柔らかすぎて、柔らかすぎて、そうそうそう。だからまああんま見えづらいかもしれないですけど、ここの穴開いてるソールのとアッパーの間に硬いプレートをはめ込んでるんですって。それである意味その硬さがゆえに、ここのクッショニングはそのままに安定感も持たせてるらしいんですよ。はあ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 、うん、バランスをちゃんと取ってるって、そうっていう感じになってます。で、このすごいのが撥水じゃなくて防水なんですよ。ほうほうほう。え、メッシュ、そう、メッシュっぽいでしょ。メッシュっぽいんですけど、これ防水なんですよ。いい、そう、ここ僕もね、一回ちょうど履いた初日、うん、帰り道雨だったんですよ。
最悪と思って、うん、でも言っても防水って言ってもこのメッシュが、うん、入ってくるやろ、はい、そう入んなかったね全然靴下濡れないマジっすか、うん、でそのメーカーさんとかと何回かお会いしたことあったんですけど、はい、実験的に水道水とかを5分10分ここに当てるんです当てたことあるんですって全然濡れないです中がそうなってくるとじゃあ中こもるじゃんってああ蒸れる蒸れるそうやっぱ靴足のね靴下とかもありますけどもう蒸れが、うんうん、それ逃がしてくれるんですってで意味わかんないじゃんもはやもはや意味わかんない難しい難しいもはや意味わかんないじゃん独自の編み込みでそれが実現できたらしくて、はいはい、水は弾くけど中の水蒸気というかそのぐらいの細かいなんかこう水滴というか、うん、群れのその水蒸気というかそれは逃がせるぐらいの編み込みの仕方なんですってすげえもう衝撃ですよでしょこれ逆自然的な感じそうそうそううまいことですね出るけど入らないそう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 そのポップアップもやるしスタッフが入ってないのもおかしいじゃん、うんうん、でこれこうですよさっきの僕のインプットアウトプットの話じゃないけど、はいこれこうなんですよ実は持ってるんですかいや持ってないですかって言ったらねさすがにちょっとおいおい、ね、そう説得力もあんまないし、うんうん、だったら僕がちょっと買ってみようとあの、うん、メーカーさんにちょっとお願いしてあのこれ欲しいですとあのゲットさせてもらったんですけど買わせてもらったんですけどここね11時から9時まで夜の9時まで、営業アトモスブルーやってるんですけど履くじゃないですか疲れないですねほー疲れないそんなにうんやっぱバランスが取れてるバランスも取れてるだと思うこれは、うん、で履くと言ったらボンダイよりかクッショニングっていうことはあまりない、うんうん、でもやっぱりこのさっき言ったこの独特なソールとプレートが相まってやっぱその疲れを軽減させてくれるんじゃないかなって僕は思って、うんうん、ここがね普通の靴よりも短あの低いじゃないですかそうですねだからちょっとサイズ感はちょっとき、間違えちゃうというかね、かかとが浮いちゃってっていうのがあるんですけど、うん、これとかに関してはサイズさえ間違えなければ間違いなくファッションにも使え僕はね使えるんですけど、うん、実用的にも使えるしアウトドアなんかでも絶対使えるし、うん、これこそオールマイティーな一足かなと思ってソールを見てほしいんですけどツルッツルじゃんツルッあ確かにそう何のあれもないですねでしょちょっとこう斜線っていうか入ってるぐらいでこれもまた面白いねレールというかあれなんですけど聞いたんですよそのメーカーの人に入って、はい、質問ありますかみたいな入ってみてこれって滑んないんですかってうん確かに見た感じは滑りそうでしょ基本的に陸上のトラックとかで水濡れたりとかしたらまたあれ話は分かるかもしれないけどこれロードレースとかもに適してるって言われててほうほうだから雨に濡れたりとかすると逆にボコボコボコってなってたらそこの接地がやったらボコボコボコのところしか突起のところしかつかないじゃん地面が、うんうんうん、そっちの方が滑るんですってへえそれを聞いてえそうなのって思って逆にだからこういうのぺっとした方が接地が多い分滑りにくいですってそれ聞いてえそうなんだみたいなグリップがあった方が滑らないとか思うじゃん確かにだけど本当は違うらしくあっていうのがあってだから本当にランニングのメーカーらしい一足だしで、まあ、リフレクターってみんな好きじゃないですか大好きですだからリフレクターもがっつりついてるんですよこれ、うんうんうん、強めのだからこういうのも言ったらファッションにも結構適してるなっていうのもあってこれちょっとゲットさせていただいた一足なんですよこれ履いたことありますもうないですよオンじゃあ履いてみましょう履いてみましょう履かせていただきますインソール独特ですねでしょちょっとこれすごいんですよ覆うようになってるんですよで指で全部捉えてるところの層と、はい、かかとのクッショニングここの層が分かれてるんです、うん、なるほどそこでもまた履きやすさ着心地がプラスアルファでやっぱ見るとかって違いますねいやもう形がだって普通じゃないからでしょなんか普通になんかインソール売ってるじゃないですか、うんうんうん、あのランニングとか、はいはいはい、僕も野球やってた時にスパイクの中に入れたりとかするんですけど、うんうん独特すぎて見たことないですそんな形もそうそうそうまた本来とは違った履き心地かなほう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 足入れた時のそのファーストインプレッション、うん、
めちゃ柔らかいですね。でしょ、インソールがソフトですね。結構僕もそうなんですけど、正直プレートっていう感覚はないと思うんですよ。ないですね。でもちょっとした硬さ、わかるんですか、いい意味での。このクッショニングもありつつの、ね、でもちゃんとこう安定感を持たせるためになんか硬いというか、硬、うん、さがあるっていうのがこの本 の普通柔らかいアウトソールとか、のモデルって、うんうん、足が結構どっかの部分がもうグニュって下がってるんですよね、うん、足は安定してるんですよ。そうでもその下が柔らかいんですよ。こう、うまいことね、こうクッションというか、ほう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 、どっかのお店行った時に、うん、他のブランド そのソールが柔らかいモデル、うん、誰かが履いてる時に、うん、逆に疲れるわって言ってたんですよ。うん、こうクニュっていうのが安定しないから、うんうんうん、めちゃめちゃ安定するし、そう、どうしても柔らかさを重視してる靴も、別に否定的な話ではないんですけど、あるんだけど、やっぱりこれ、それって履き心地はすごいですよ。それも柔らかい靴、柔らかいインソールとかクッショニングがすごい靴って、でも長時間歩いたりとか、うん、長時間履き続けるってなると、どうしてもやっぱ安定感がないとどっかしらに負担がかかっちゃうから、うん、それはその比べちゃうと疲れが軽減されるのはこういう靴なんです。確かに確かに、うん、宗志君の服装にマジで合ってるんですよ。これいい、めっちゃいいと思うんです。僕もちろんスタイリッシュな感じっていうのもあるんですけど、程、うんうん、よいボリューム感っていうのはあるので、そう僕みたいな太めのパンツっていうのもありますね。あるある。で、先ほどその言ったインソール、はいはいはい、なんかほんまにそこでも足がこう包まれてる感じっていうのもあるので、履いた感じもやっぱ柔らかくて、そうですね、メジャーなね、スニーカーメーカー、はいはい、シューズメーカー、はいはい、いっぱいありますけど、うん、ここら辺手出してくると、おぉ、2だねみたいな、おぉ、分かってるねみたいな、おう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 、見た目もそん、なんて言うんだろう、その、まあ、ダットシューズっていう言い方もあれだけど、うん、最先端ではないと思います、オンの方は。ごめんなさい、でもこれを履いてスタイリング組むのは僕的にはおすすめです。うんうんうん、まあ、黒なんでね、合わせやすい、リフレクターもあるっていうのもあって、そうですね、好きな方はめっちゃ好きだと思いますし、形状もやっぱりランニングっていうのもあるので、うん、ちょっとこう沿ってるんですよ ね。だからそれもあってこう歩きやすい、うん、でかつプレートも入ってるから足も安定する、うん、とこどいいじゃないですか。いや、そうで、防水で、防水なかなかメッシュでないっすよね。いや、ない、防水ってメッシュって言っていいよね、これね。メッシュやと思いますよ、ね、これは見た感じ絶対メッシュでしょ。ね、中の濡れっていうのは逃がしてくれる、逃がしてくれるんですよ。いや、防水スプレーいらんじゃないですか、うん、シューズケアメーカー中瀬、間違いなくそう、もちろんね、もちろんこ水たまりっていうか、もう水にこんだけ入ったらもうこっから入っちゃうから、それはもうダメですよ。だけど雨だなんだってここから当たる水に関しては入ってこない。なるほど。シューレスゴールの一番上のシルバーのところ、外側だけオンのこのオーのロゴ、うん、になってるんですよ。そう本当だ、まあ、内側は違う。そうだ、俺知らんかった。外から見えるところでは、あ、すげえちょっとあ、すげえ、そうだ。このアッパーのそのメッシュっていうのも、そのつま先の部分とこのサイドのパネルのメッシュっていうのもそれぞれ違って、うん、そうだからそこで色の違いっていうのも出してる、ね、同じ黒だけどっていうね。そう、うん、ここのヒールのここがやっぱ硬くなってるから、かかとを守ってくれてる、ここを守ってくれてるかもしれない。ソールド感がある。スイスとか、まあ、海外で言えばランニングを使う、ね、使う靴といえば何ですか。もちろん大きい、ね、うん、会社の名前がバッツラになりますけど、徐々に上がってきてるんですよ、へ、海外で。リピート率が一番なんです。で、お取り扱いがどこにあるか分かんないっていうのは、もちろんオンのホームページとかあると思うので、そちらの方を見ていただくか、まあ、手取りバイク言えば、うちだと今だと表参道店と、まあ、新宿店かな、うんうんうん、アトモス新宿店に多分置いてるはずなんで、なるほど、そこに行けばあるはずなんで、ぜひそこ、足を、都内の方はね、うん、足を入れてみてはいかがかなっていう感じですね。3足目はですね、本のクラウドフライヤーというモデルでした。
はい、ということで、はい、まあ、今回も3足を紹介させていただいたんですけども、はい、まあ、最初のね、フォースワン、はい、キャンバスのフォースワンに関しては、まあ、もちろんかっこいいのは分かってるんですけども、うん、まあ、その後の2足、ホカと、オン。2足っていうのは僕も履いたことがそもそもなかったモデル、うん、まあ、フォカに関しては履いてる人は見たことがある、はい、知り合いが履いてる、知ってはいたんですけど、うん、履いたことがある、オンに関してはそもそも全然知らないっていうね、とこやったんですけど、まあその2つ履き心地いいですね。ね、今回の裏テーマとしては、はい、宗志くんのどういうリアクションをするかっていうのが裏テーマだったなるほどね案の定こういい意味で驚いてくれて、うん、すげえ嬉しかったですね、欲しいリアクションが、うん、いやでもそれぐらい本当にびっくりしました。あのもちろんね、もともとランニングシューズのモデル2足ともね、なので履き心地もいいし軽さもあるしっていうのはもちろんなんですけども、その上を超えてきますもん、うん、超えてくるね。もう本当にいろんなメーカー履き心地がいいモデルっていうのはいろいろありますけども、他の履き心地の良さ、オンの履き心地の良さっていうのはそれぞれあるので、ぜひ皆さん一度履いてみてほしい、履いてみてほしい、で合う合わないっていうのはもちろんあるので、うん、ぜひそれをね体感していただきたいなっていうのを感じました。そうですね、だいぶやっぱり履き心地がいいとか、うん、あの足を入れた感覚の気持ちよさっていうのは、まあ、いろんな気持ちよさがあるじゃん。そうですね、まあ、エアマックスもそうだし、まあ、フォースワンだったりとかウェイパーマックスとかもそうだし、うん、まあ、足を入れた方は そこのモデルに関しては多くの方がいらっしゃると思うんですけど、プラス2つの気持ちよさが追加されるはずです。はい、まあ、最後のオンに関しては取り扱い店舗もまだ少ないということなので、まあ、関東圏、東京に来れる方っていうのはぜひこの店舗に来ていただいて、そうですね、履いて体感していただければと。そうですね、まだまだこのコーナーに関しては今後も継続していくので、いや僕も見ましたよ、コメント欄でこういうの続けてほしいですっていう方がいやでも面白いですよね、面白い、面白いモデルを取り上げる場合でもないので、うん、そうですね、だからもう僕もあのエアマックスだけじゃなくなってきたというか、うんうん、まあ、エアマックスが好きで、まあ、今もなお好きですけど、まあ、こういうふうに毎日ね靴と向き合っている仕事ではあるので、あのいろんな靴をと出会うんですよ、やっぱりこのお店に立ってると、うん、ちょっと俺じゃないなっていうものももちろんあります。でも出会う時もあるんですよね、やっぱそもそもオンダイシックスしかり、あのオンのクラウドフライヤーしかり、だからその楽しみがね結構衝撃というかいい刺激になってるというか、仕事でこういう刺激があんまないから、そうです、うん、だから本当に気兼ねなく来ていただいて試着だけでもしてみてくださいっていうのが、うんうん、本当 あの僕の気持ちですかね、うん、な、動画説明欄の方にですね、JK さんのインスタグラムの、リンク等も貼っておりますので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日の動画が良ければぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later! バイバイ。すっげーな